今と同じような夜、目を覚ますと部屋の外から足音がした。濡れた裸足で大理石を踏んで、しっとりしててよろめいた荒れた筆先がキャンバスを泳ぐような、そんな足音を聞いたことがあって、ドアを開けると、それは私の母だった。彼女は左手にカーテンフックを握りしめ、右手に父を引きずっていた。